どうもこんにちは、おっさんゲームズです。 Wii スポーツクラブのテニスで第21級になりたい第8回となっております。リビング試合でいきます。はい、始まりました。今日も2ゲームマッチでいきたいと思います。はい、今日のお相手はセヨンさん6級とヒョンウさん4級となっておりますね。4級の方ですか。だいぶお強いんじゃないでしょうか。さあ行こう。あれはアウトコースだったような気がしますね。やってしまったな。手を出さなければよかった。オッケー。これどうだよ。こっち行け。よし、さらに振るよ。ボレー外側に、アウト。ヒョンさん強いな。ダメだったか。勝つ、よっしゃ、いけ、5、 OK、 届かないでしょう。よっしゃ、逆転を狙います。5、外側へ、狙えなかった。外側へ、ダメだ。コースはうまく、コース取りがうまくいきません。よし、 OK、 よくぞあれを返した。うまい。 OK、 失敗した。おお、よっしゃ、第4級でこれですか。相当第3級とか2級とか強いんでしょうね。勝とう。よし、 OK、 ネット際の魔術師と呼んでください。40-30。さあ、加藤取るぞこのゲーム。ボレー、オッケー、返してくるね、すごい。よし、ダメだ、粘るな。よいしょ、ボレー。お、外側へ、よし、フロントチームウィンズ。いやー、相手も粘り強いですね。さあ来い、返すよ。速球で来ると思いました。うまく返せなかった。来い、ボレー。よっしゃ、15-all。 いや、今のは技ありだと自分では思ってます。さあ来い、ボレー。よいしょ、 OK、 あー入った、 OK、 よっしゃ、15-30。 いやー、ギリギリでした。来いや、ボレー、 OK、マッチポイントじゃないでしょうか。マッチポイント、さあ来い、速球来るか、ボレー。
ネット際の魔術師。あれ、オッケー。ああ、決めれなかった。マッチポイント。すごい。これ、よお。Wii U に当ててしまった。ドゥース。やばいやばい。Wii リモコン振ったら Wii U に当たってしまいました。壊れてないから大丈夫かな Wii U。うわ。ゲームポイント。なんとかしてやる。オッケー。ドゥース。返したよ。すごい。上げてしまった。どうする。よし。オッケー。 Advantage Frontier。 いやー、 Wii U 本体に当たるというね、 Wii リモコン振ったら Wii U 本体に当たるというあのアクシデントにも負けず僕は頑張りました。これで勝負を決めます。決めれた。おお、よったよった。勝った勝った。危なかった。はい、ありがとうございます。勝ちました。やった。はい、段位は4級に上がりました。はい、というわけで、僕は今 Wii U がぶっ壊れてねえか心配でしょうがありません。あの Wii U がぶっ壊れてしまったらですね、次のもう1台の Wii U を、今あれですよ、生産終了ですよね。 Wii U って中古とかって Amazon で買うしかなくなっちゃいますからね。あ、まあなんかあのゲゴとかにも売っているかと思いますんでね、そういった場合はゲオで買うとか、まあ、なんか別の方法を考えたいと思います。まあ多分壊れてないと思うんで、ちょっと今、まあ、安心というわけじゃないんですけど、ちょっと調べてみようかなとは思っております。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。ではまた次回。 Please subscribe。 できましたらチャンネル登録よろしくお願いします。私は任天堂クリエイターズプログラムのライセンスによってこの動画で任天堂コンテンツを使用しています。この動画は任天堂による援助や支援がなされているものではありませんが、この動画から得られる広告収益は任天堂と分け合われます。